し、この菩薩峠には八五郎一味という山賊がおってな。頭の八五郎は七尺を超える大男で、槍の達人。そりゃ手に負えない悪漢だった。なんでも豊臣勢の生き残りで、大義のためと触れ回って金銭を集めておったのだろうか。藩の目を盗んでは山越えをする商人や村を襲い、悪逆の限りを尽くしたそうだ。ある年、八五郎は手下を連れ、小さな港町を襲撃した。殺すだけ殺し、奪うだけ奪った。かろうじて生き残った者は八五郎に戯れて生かされた子供一人。自らの武勇伝を語り聞かせ、宴で釈放させたという。八五郎は子供好きでな、ひとしきり可愛がった後、切り捨てて次の子を見繕っていたんだと。その子供も死産結果の中で自らの運命を悟ったろうよ。夜明け前には自分も同じように骸になるのだろうとな。おしまい。じいさん、話はそれで終わりか？水の型で行く。
躍動。まだ戦える。水の肩と避けられない。これにて王手と相なったか。下がれ、ライダー。名を知らせずして打ち果たすは我が心情にもとる夢。私は由井小説烈士足らんと志す者である。宮本伊織殿、この度は誠に申し訳ないが、ゆえあってお命をいただく。わけにはいかない。
カヤか。やっほー兄ちゃん。カヤか。悪いが今は手が離せない。長屋で待っていてくれ。こんなことだと思っておむすびこさえてきてあげたの。これ食べて稼いできなさい。ああ、いつも悪いな。できた妹がいて兄は鼻高々だ。本当？ってごまかされないんだからね。ちゃんと稼いでちゃんと食べてね。わかったわかった。助之進に口利きを頼んでみる。さあ、お前は小笠原の家に帰れ。俺もすぐに出る。はーい。兄ちゃん気をつけて頑張ってね。あ、お前も小笠原様に迷惑をかけるなよ。神はこの先にはいまい。いおりさん、来るのを待ってたよ。
ちょうどあんたの腕を借りたいとこだったんだ。一つ頼めるかい？なあ、こたびは何をすればいい？それなんだがな、盗みを企てる無頼の浪人どもを懲らしめる。ストラテンテコマンよ。牢石に走る浪人はまだ増えるぞ。改易や取り潰しに遭う大名家が多い。おのずと浪人も増えようもんだ。まあ、いや、あんたは偉いよ、よりさん。他の新面武蔵のお弟子様にもかかわらず、はした金で俺の務めを手伝ってくれてよ。まずは依頼を果たそう。手はず通りに盗みに入る。先を思えば金は。Shut up.
また一つ強くなれたか。片付いたか。よう、終わったな。いつもながら手際が良くて。察するに。君が私の呼び人か。待て。呼び人よ、君の名は何だ。伊織、宮本伊織だ。では伊織、遅れるなよ。待て、セイバーと言ったか、司祭を。逃がさぬ。セイヤー！セイヤー！受けてみろ！君、剣以外の用はないのか。鋭き水の流れのごとく。なくはないのか。ここだ。行くぞ、伊織。味わうといい。本職ではないな。奥
肉の手。まじない、妖術の類か。威力はないが出が早い。うん、剣のみよりいくらかマシだ。避けられない。